ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。はぁ、宇宙旅行って憧れるよねー。突然どうしたんだ霊夢？ほらなんか宇宙旅行って夢があるじゃない。それに他の惑星に住んでみたいわ。例えば隕石の上とか？随分と血迷ったことを。燃え尽きちまうぜ霊夢。そうなの？なら今日は地球と似た、住めそうな惑星について教えてよ。わかった。それなら今日は地球に似た惑星とその環境について解説していくぜ。それでは今日も、ゆっくりしていってね。それでどこにあるのよ、地球にそっくりの星？まあ、そう慌てなさんな。ところで一応聞いておくが、お前はどのあたりに地球に似た星があると思っているんだ？ん、そうねえ。私は太陽系内にあると考えてるんだけど。例えば火星とか？だって確か火星って地球みたいに住める可能性あるんでしょ？あとは月も住めるって意味では地球に近いって言えるんじゃないかな？まあ確かに近いっていう部分と、住めるって意味では条件をクリアしてるんだろうが。それは地球に似てるとは言わないんじゃないのか？まあ、確かにそうかもしれないけど、普通に考えて地球みたいに条件のいい星なんてないでしょ？そんなこと私にだってわかるわよ。ロマンのないこと言うなよ、霊夢。確かに現在の地球がある太陽系には、地球に似た星はないが、太陽系以外ならいくつも確認されているんだぜ。え、そうなの？まず我々が住んでいる地球が存在する銀河系に、太陽に似た星が3500個以上確認されているんだ。そして、太陽が存在してるってことは別の太陽系も存在しているってこと。つまり、他にも地球みたいな星があってもおかしくないってことだぜ。まあ理屈はわかるけど、さすがに太陽系があるから地球みたいな星があるって話は飛躍しすぎじゃないかな？教えてくれと言いながら随分否定するじゃないか？まあ、いいだろう。なら観測されている地球に似た惑星の一つ、グリーゼ 832C のことを教えてやるぜ。あれ？本当にそんな星あったの？当然だ。まさか信じてなかったとは思わなかったぜ。それでこの惑星グリーゼ 832C なんだが、ツル座の方向に約 16.1 光年離れた位置に存在している惑星で、グリーゼ832を公転する星なんだ。へぇ、ツル座の近くか。それで、この星ってどんな星なの？そうだな。特徴は地球の 5.4 倍の質量を持っているってことかな？地球の 5.4 倍？地球と同じような環境なのに地球より大きいってこと？ああ、そういうことだ。それじゃあ次は人類が移住できそうだという観点で地球に近い環境だとされる星について説明していくぜ。それでは星の説明の前にまずは、ハビタブルゾーンという概念について説明していこうか。日本語では生命移住可能領域とも言うぜ。ハビタブルゾーン、なんでそういった難しい用語の話になるわけ？言いたいことはわかるぜ霊夢。だが、これを説明するのにはちゃんと理由があるんだ。ちゃんとした理由？ああ、そうだぜ。よく考えてみてくれ。例えばだ、木星みたいにガスが充満する星に住めると思うか？ガスだけの星なんだから住めるわけないでしょ？そうだよな。だからハビタブルゾーンという概念が用いられるようになったんだ。ちなみにこの概念は1953年にドイツ生まれの生理学者にして著名な医学研究者である、フベルプスストルグホールド氏が作り出したものなんだぜ。それでそれ以降の観測の結果、多くの恒星がハビタブルゾーン内に惑星を持っていることが確認されるようになったんだ。へぇ、そうなんだ。中には複数の惑星が公転していることもあるんだぜ。それで1953年から数十年間、この概念を基盤にハビタブルゾーンの理論は発展を続けていったんだ。それは知らなかったよ。それでハビタブルゾーンの概念って結局どんなものなの？ハビタブルゾーンは一言で言うと水が液体の状態で惑星上に存在できる範囲のことなんだ。ただし、それを明確にするには温度や気温といった様々な要素を計算に入れないとダメなんだけどな。うわぁ、かなり面倒くさそう。ああ、かなりどころか相当面倒くさいぜ。ハビタブルゾーンの正確な数値を計測するには、まずは最初にその星の大気組成やその量、惑星の反射率、温室効果などの要素を合わせ、ハビタブルゾーンの数値は計算されるんだ。ただし、その数字はその星々によって異なるからハビタブルゾーンの数値に差が出るけどな。なるほどねー。ところで、この数値って何が基準になってるの？当然、比較対象は地球だぜ。何せ住める環境が存在する星なんて今のところ、地球しかないからな。でも計算方法に関しては複雑すぎるからはしょるぜ。あくまでもハビタブルゾーンの概念を説明しているだけだしな。はは、そうしてくれると助かるわね。それで、グリーゼ 832C 以外の星ってどうなの？ああ、わかった。じゃあ次はハビタブルゾーンの概念を基準とした、
生命移住可能領域と認識されている星について説明していくか。では、ハビタブルゾーンの数値をベースにいくつか地球に近い惑星をランキング形式で紹介していくぜ。ところで、なんでランキング形式なの？ランキングは地球を基準にした数値の順位だ。つまり、ランキング順位が上のものほど地球に近い環境ってことだな。なるほど、了解したわ。では最初は第5位、ケプラー 1649C。これは白鳥座の方向、約300光年の位置に存在する赤色矮星の恒星ケプラー 1649 を公転する太陽系外の惑星の一つだぜ。300光年ってとんでもなく遠いわね。ああ、確かにそうだな。ところでなんで5位からなの？それは地球に似た惑星がかなり多いからだ。それでお次は第4位、プーラーピースプー、ワンデーだぜ。なんか火星みたいに赤い星だね。そうだな。ちなみに赤く見えるのは、岩石質の赤色矮星だからだろうぜ。この星は水瓶座の方向 39.4 光年離れた位置に存在していてな。プーラーピースプー、ワンのハビタブルゾーンの内側を公転してる惑星なんだ。なるほどね。赤いのは岩石の地盤の色が赤いからだね。そういうことだ。それでこの惑星なんだが、地球の 0.784 倍の半径しか持たない小さな惑星でな。大きさとしては地球と火星の中間って感じだな。へぇ、思ってたより小さくてびっくりだね。確かに小さいと少し可愛く感じるな。次は第3位、K272E という惑星だぜ。なんか今度は雪でも降ったかのように真っ白に見えるね。もしかして氷河の惑星とかだったりするのかな？いや、多分、大気環境の関係でそう見えるんだよ。この惑星は大気の状態が良く、液体の水が存在するらしいからな。ちなみにこの惑星は地球の 1.29 倍の半径を有する岩石惑星なんだぜ。それでこの惑星はどの辺にあるの？この惑星は赤色矮星である K272 のハビタブルゾーン内を公転してるんだ。具体的に言うと、水瓶座の方向に地球から約 227.7 光年ほど離れた位置に存在してるぜ。それではお次は第2位、トイ 700D だぜ。おお、これは見事に青いね。まるで地球みたい。ああ、そうだろう？見ての通りトイ 700D の表面には液体の水が存在しているんだが、もし、これで表面に大気が存在してるとしたら、地球のように生命が生存できる環境が揃ってるということになるんだよ。残念ながらまだ確定ではなく、可能性の段階に過ぎないんだけどな。なんで環境がはっきりしてないの？それは当然、距離が遠いからだろうな。何せ、この星は地球から、カジキ座の方向へ。約100光年離れた位置にある赤色矮星トイ700を公転する惑星だしな。それとこれは余談になるが、学者たちが20通りの環境パターンをシミュレーションした結果、トイ 700D の星の表面温度は最も低いもので、マイナス 36.5 度、最も高いものだと 87.7 度ほどになったそうだぜ。なるほどね。遠いんじゃ仕方がないよね。また大きさは地球の 1.2 倍の半径を有しており、地球のように岩石でできた硬い地表も有してるみたいなんだ。へぇ、それは地球と同じ環境を期待しちゃうよね。本当にそうだよな。そして第1位は、ティーガーデン星 B だぜ。この星は太陽から 12.5 光年ほど離れた場所に存在する赤色矮星で、高度は太陽の約 0.07% ほどしかなくて非常に暗い恒星なんだよな。ちなみに半径は太陽の約 11% 程度で、質量は太陽の約 9% ほどだぜ。なんかこれを見ると太陽に近くて灼熱の惑星の印象があるんだけど、なんかの間違いとかじゃないよね。まあ、そう思うのは無理もないことだろうな。何せ赤色矮星は基本、頻繁にフレアを起こす先行星で生命が存在するのが厳しい環境であることが普通だからな。だが、不思議なことにティーガーデン星 B は、ほとんどフレアが観測されてない静かな恒星であることが判明してるから、生命が住める可能性は十分にあるんじゃないか？へぇ、そうなんだね。でもなんかしっくりこないんだよねー。やれやれ、仕方がないな。ならば現在の注目株、ケプラー 452B をプラスして紹介するぜ。なんなのよ。ケプラー 452B って？この星は地球から見て白鳥座の方向に約1400光年離れた位置に存在する。ケプラー452の周囲を公転する惑星なんだ。ちなみに半径は地球の 1.6 倍ほどで平均温度はマイナス12度ほど。星の表面温度は20度ほどだと推定されているぜ。それに公転周期は385日ほどだから、公転周期が365日である地球とほぼ同じってことだな。へぇ、ところで根本的なことを聞きたいんだけど、この惑星がさっきの段階で紹介されなかったのはなんで？ああ、それはな。意外と最近に見つかった星だからだぜ。
実はアメリカが2009年に生命が存在する星を探す目的で宇宙にケプラー宇宙顕微鏡を打ち上げたんだ。その後、ケプラー宇宙顕微鏡を使い観測し続けた結果、この星を発見。そして2015年の7月23日に、ケプラー 452b という名称でこの星のことが公表されたんだ。ちなみに、この星は今まで発見された地球によく似た惑星の中でも最も地球に近いと言われており、NASA の研究者はこの星のことを、地球のいとことか、地球 2.0 とか呼んでるんだそうだ。なるほど、なるほど。そういうことだったのか。それにしてもこのケプラー 452b は本当に地球に似てるね。なんか、いつか住める日が来るんじゃないかってすごく期待しちゃうわ。そうだな、いつかそういう日が来るのかもしれないな。それでは今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。